一回で放送しようと思ったのに、間違えてストップボタン癖で押しちゃってダメになっちゃったから、2回に分けることに急遽いたしました。ごめんね。ごめん。もう、へったくそだからさ。ごめん。で、そうこうしてるうちに乾いてきたと思うので、まあ一旦、こういうところは、カットしておこう。ここちょっと破れたりしてるけど、そういうのは後で気になる場合は、これもそうなんだけど、裏にもう一枚貼ってもいいと思うの。でも別にもうベタって貼るだけだからいらないかなとも思うので、このままいきたいと思います。でちょっと一旦先ほどのところで折ります。もう今日はセンターだけ入れたらいいから、さっき線引いたけどほとんど関係ない。はい、センター来ましたね。さてさて、先ほど準備した三角形はどこ行った？ん？今日、あ、当たった。これを使っていきます。でちょっと今ここ水が入れてあるんですけど、この中に出るかな。もうほとんどないね。OK。はい。そしたら今から始めていきます。で塗ります。塗ったここにね、ここにセンターのラインがあるので。このセンターのラインに合わせて、この角が中心に来るようにペタッと貼ります。もうすごく簡単、本当に簡単。何にも考えなくていいよ。難しいことは何もないので。そしたらね、続いてからちょっとやっていくんですけど、ちょっと色を見ながらやっていきたいと思います。で、続いてこの部分に少し重なるようにのりを塗ります。はい。そしたら続いて、これがね綺麗だからこれを使ってみようかな。重ねたところに貼ります。で貼れきれなかったところに接着剤をペタペタとこう塗ってって、ペタ、ね、これも後でもいいから置いといてもいいです。でこっちはこっちで A 字が可愛いかなと思うので、A 字を貼りたいと思います。でまたこっちもちょっと重なるところに塗ります。で貼ります。この時ここのラインが揃えてこう貼るようにねするとうまくいきます。これをねただ繰り返していくんですよ。続いて何色にしようかな。グレーも綺麗かな。
ちょっとはみ出して貼ります。で、続いてもこうしようかな。で、ずっとここセンターに合わせてってるので、こういう感じでなんか交互になってってる感じでしょ。綺麗だね。綺麗綺麗。なんかあの色画用紙とかも用意し、色鉛筆、あの折り紙用意したけど使うかどうか分かんなくなってきちゃったな。こっちの方が綺麗かも。足りなかったらしようかな。見えます？見えますか？楽しい。ちょっとアクセントを入れたいと思います。まあ、こんな感じで、なんか今ずっと無言でやっちゃったけど、こんな感じで適当にね、貼っていくだけなので、もう本当になんか何も考えたくない時とかいいと思うんですよ。そういう時がいいんじゃないかなと、私的には思っておりますけど。
こういう感じですね。はい、貼っていきます。まあ、この作業単調なのでこんな感じで貼っていきます。で、どうしようかなと思って一回でやっちゃおうかなと思ったんですけど、まあ、続き次回でもいいかなと思ってということで、ここまで貼り終わったところで次回お会いしましょう。ということで今日はここまで。バイバイ。